ただもう回避が違ってポポガチ隠れてますね。この位置はどうだ。ポルタイム入っている。隠れていたポポガチ、ただマンチが押されている。サイトの中ではお一人削った焦る。残り1名、あっという間に 1v1。 これちょっと分からなくなりましたね。フィスカー VS ポポガチ、お互いのゴースト。まずはカイジョン、サイト裏に回るフィスカー。うわ使わない。ここはポポガチゴーストで取り切りました。ショット取らないんですね。そのマンエロングエントリー、ヘッドショット。フィスカーの HP がかなり少ない。だがスモークリッカー、マンスキーを持ってきました。パラノイアで入りましたね。ネスポポガチの記録が流れましたが、ファーブゲーミング、これミンティがちょっとこう離れているポジションにいるので、このスモークが切れた時はどうなるか。サイト中に合わせる。そしてショートにはポポガチ、ショックボルトを食らってしまう。うまいですね。90ダメージ。ただサイト中ちょっとお互いの位置が離れてる。 HP がないがうまく連携を取りたい。サイト裏、なんとかこのラウンド、ね、手前にマンチキンはいるぞ。ゆっくりと出てきたフィスカー。さあビーガー、ミンティいい位置を置いていました。さらにエリックもフィスカーが落とされてもまだ俺がいる。人数有利を逆に作り出します。今ジャンピークで見れたのでかいですね。さあシロングの進行、パラノイア、アステルが食らってしまう。サイトランネス、どこまで耐えられるか。アステルがバズを落としている。3対3、パラノイアも上がる。フラッシュポイント食らっていくぞ。ダブルピーク、残り、さらにスポーンもファントム。ファントムかなり今日も調子良さそうですね。チキンが出てくるかどうかまでピンポイントで読めたかは分かりませんが、はい、その後のメイを縄に入る。クレイジーラックはリテイク配置、ただちょっと武器が苦しいですね。ロックダウンはありますが、さすがチャッチですが、おお、ブレーサー、サイト上のフィスカー落としてブレイドソーム。ここまたトレイルブレイザー、ただしっかりとパラノイア、ね、フラッシュポイント、索敵を封じました。ここがちが B 落としていますが、サイト内バズスカーニングライトを避けて、ファントムのカバー。ただ熱のジャッジ、ローリングサンダー、ただ3人残ってますから無理やりキルを取りに行った。おお、時間がないぞ。解除に入っているが、お間に合うか、間に合うか、間に合った、解除成功 0.3。 サイト内では焦る。一戦一発目でしたよね。サイト内フィスカー、そのままプラント成功。ロブの HP がショックボルトでかなり削られましたが、5対4。ウルフがやられた。敵を見つけて。シーカー落ち込んでリテイク開始。ただアフターショックサルにはツールドフォースが行き来拒みます。エロクの飛び出し、サイト内の位置も分かっているが、うまい。メイです、キルがついていく。ヘブンからメイ、ヘブンショットを抑える。ポポガチがローブを落としてリテイク成功。人数不利でポジションを取りに行く動きが見えるでしょうから、ファントムフューリー狙っている。捕らえられたファントム。これ KO が落ちたことによってまだサイトの手前までも貼り付けですが、そこにはマンチキン、もちろんオペレーター外しません。さらにこのタイミングでの A ショートからのトレイルブレイザー、 A ロング A ショートのクリアリングが行われ、メイが B側に寄ります。ポポガチもがっつりは見ないですね。ちょうど入ったところを打てるような、横から飛び出す。今まさに入ろうとしていたところ、フラッシュポイントにはガイディングライトの開始。サイト内入り込んでいるが、バズロボットキルを取っている。2対3、正しいリンクのアステル。ネスのポジションを見てください。正面からです。返すすべはいくらでもあります。ただアステルヘブンでのロックダウン、面白い位置でタイミングどうするのか。相手のスポーン抜けを警戒してるんでしょうか。あ、これで動くところを狙いに行こうとしてますね。あ、ここはサイト内激しい銃撃戦。マンチキンダブルキル、残り1名、残
残ったのはミンティ裏乗りだがネスが警戒していた。いや徹底していますね。我々の視点だからこそ分かることですが、はい、パブのやりたいことをもう先読みして削られる。おー今回は引き目ですね。そうですね、対策の一つですよね。スポーンからのエントリーにはしっかりとグレネードを入れてサイトを開けている。いやーテルが位置を取っているがフラッシュポイント。ただマンチキンダブルキル引いていく。メイネス後ろからのミンティだが 1v3 時間系的にそうですね止めれません。イテイクが止まらない。お赤バうわブリック詰まってしまった。さらにはジャッジなプレイですね。うん出鼻をくじかれしまいましたね。ジャンピング、おジャンピング抜いた。守りの要は中央で音を出して本命はしだがまたしてもファントムがジャッジ拾いますよ。ネスの使ったジャッジを、いやそれは俺の武器だぞダメでしたか。ガレージの飛び出しはバズが対応。これワンチャンスありますね。さあガレージ2面オールドローンでかなり深い位置まで見られましたね。そして裏取りのマンチキン裏から、ああ攻めた。さらにテイルウィンドブレイドストーム、おおバズ、おお斎藤奥田ロブが対応。残り HP の少ない2名でブレイザー超低上乗った。さらにアフターショック、ただ斎藤奥が映ってしまう。ファントムはサイト中入ってきたが一時交換。パラノイアの開始、勝負に行くかメイ。おお近く。スパイクドロップ、スパイクが落ちたのはきついですが人数状況では有利ですが、いや無理やり打ち合いに行った。これで分からなくなったどころか一時的にかなりファブが有利な形です。クラッシュポイント残り1食らっている。ファブゲーミングこれでかなり有利になりましたね。残ったのはアステル、クレイジーラクナイジエルも務めるこの男。 1v2 スパイクも落ちている。体力削れてないしライトシールがあるのでチャージ切れ。左右どちらにいるのか見ないといけないところはファブ、これだけ時間かかると多いんですよね。さあこれで正面確定。ランデムフェイク、次の動きフォルトライン、サイトラカ横からロブ、あっさあ映画は3名強気に回り出るマンチキン。ただしイスカーシェリフ炎症と体でいく横からロブ、ただネスメイがこれを返します。ミンティのヘッドハンター裏取りのバズ、ポップガチを落として A サイトの2名。それでお互いの位置は分かっていますがパラノイア食らっているぞ。ただメイ効果は無理やり持っていった。 HP のないネス横をついた。出る部分もあるからね。さあここはバズ死にされました。お抜いた、ちょっと映った可能性もある。逃げた先もしっかりと抜いていきます。待っている、いやなぜ待てる。こうサイト内いないのがバレましたね。ゲーミングは C サイトを開けている。フラッシュドライブ無理やりガナノサームで引くこともできない。残り1名、フラッシュはセーブかな。腕が見えてしまった。先ほどのラウンド自分たちのクレジット量も考えてリスクだと判断しましたか。ガレージからサイト内、まだサイト内ではバテシェリーでキルを取っている。スポン側から速いリテクターがマンチキンが対応しているブレイドストームの展開。ネスもそこのカバーに入っている。マンチキンが落ちないパラノイアのカバー。こうなると勝てる。残されたリスクはブレイドストーム。勝負しに行く。サイト内。ブレイドストーム。ここはネス。サイト内からジャンプクリアリングはもちろんされるようなポジショニング。白黒の前目。時間を稼ぐ。前目での交戦で味方を待ちます。だいぶ時間稼ぎましたね。リスガード間に合った。
ボンからはファントム、ガレージの進行を許しません。抑えたぞ。どうだ、抑えている側がライディングライト、さらにはスポーンから熱が入っている。 1V3、 ここは抑え切りました。反応が早かった。ロングガレージスポーン、このポジションに立っていたことによって早い段階でこの C 攻めを察知できたのも大きかったですよね。しかもキルも取って時間も、何秒でも、稼ぐことができましたから。で、人数有利も作れて、何よりここで、かもしれないですね。あ、耐えてない。メガフィスカ落とした。さらにはファントム。逃げた方がいいかもね。ここでの、安全に行きますね、これは。壊すことはできません。テレポーター消失。スピンで食らっちまってる。ただ、ヘブンカーロベ。壁抜き、ただスウェーリテック入っている。ファントム、ただサイト落下からガイディングライト、メインがトリプルキル、一問バレてしまった。残されたミンティハンターズフューリー、スポーンからアステル、ここはミンティなんとか対応したが第2陣 1V2。 いやー体力がきつい。アンチキのオフアングル一発で頭抜けるかどうか。さあ裏取り、バズジャンピーク、うまい、逃げれないマンチキン。ここはヘッドショット。ファントムの位置はどうでしょう。いや対応したメイ、オーバーキール、中央を取り返しに行きましたがアステルネス。そして最後はメイが決めました。やはりこの構成のジャン打ち合いに行く。だいぶ体力削れてますからね。ただスポーン、看板の上にはメイ、ディスミスで斎藤浦、ああ当たってる。斎藤浦 HP がなかったところをピンポイントのショックボールと、さらにはフィスカーが進行します。おおですか、ネスカシリフダブルキル、ロックダウンが上がっている。打つかどうか、打った、ただ狙いに行った。待て、ワンブイワン、ただこれ一方的に位置分かってる。うん、ここはアッセル、壁を消すわ。ちょっと同じ位置ですからね。アントメ、おっと、スレッチ違った。いや、裏を取りました。取りましたね。これで5対3、B サイトには設置が完了しています。かなりこれで有利になりましたね。ファントムは大きくスポーンを回る動き。さあ、時間を稼ぎたい B 側だが、ブリッキ先、捕らえた、アステル。スネークバイト、ただ B メイン、キルを狙っている。これちょっと怪しくなってきましたね。逃げられないぞ。ハンターズフューリーでのカバー。B メイン、まず。ワンブイワン、いやこれだいぶ離れた位置から打ってるのはバレてますが、ただオープンプラント、うまい、集中しろ、ショックボルト、もう一発ある、頭に入りました が壁抜き、いかないですね、うん、ここはヘッドショット。このラン見込んで3名が映ります。そして強気に打ち合う。ちょっと引いた位置でリアを使い切ってしまったので、ここから先に入れない。ヘブンからマンチキン、あと30秒 A のスロー進行、ファントム頭が見られました。すごいところで置いてますね。相手の進行をケアしていましたが、 A 側はマンチキン、プレッシャーをかける。やはりこう引き目の位置でオールドローを打つしかありません。お、今回はいいポジションを取っていたのにフィスが勝ちます。相手の進行を確認してからのバイパーズピット、こうなるともう一回 A でしょうね。今度はファントムがラックする。あ、切り返しだがオペレーター、空中で抜いた。これは大きい。これがファームのやりたかったことですね。そしてファントムは相手の裏を取っている。こうなると A か B か分からないのがクレイジーラクーン。そうですね、残り HP は30、強気に覗く、残り HP は12、逃げた先にはフィスカー、残されたポポガチ、サイト裏、最後はロブが決めていきました。山には勝ったね。非常に判断が早いようにも思いましたが、リーアなんて関係ないと。弾は死なせない。リザレクション。落ちたところに何か返すか。同じ動きをしているようには見えるんですけども、今回人数削られてませんからね、シアル。リネイ。アステル。どこまで粘れるか。前に出る。B でキャリアダウン。3人目もいけるのか。3人目アステル。ここはさすがにパスが落としますが、いや大健闘、この働きは十分。残った B の進行、マンチキンが抑えて、このラウンド7本目取り残されてしまったアステル。そう、危ない、できていないか。さあ中央から第2陣バゼ
タイトラか。ここはネスが抑えます。バリアオブの隙間、真横でロックダウン。さらにはネス、ただミンティ、これありますか。ブレードストーンもあるし、あと30秒、アンチキンが行こう。まずは一発目でハーフまで行く。さあワンオンワン、位置を特定して、リア越し。アンチキンにはリアが効かないのか。効かないらしいです。ワンブイ、ピスカーもそのスコープの奥に移ろうかというところ。マンチキン乗ってきたぞ。リガさあ、マリアオブを壊すところを逆にミンティが抜いていきました。チャンスですね。さらには中部からバゼン、ピスカーもキルを取っている。マップ全体に広がっているファブゲーミング、最後はフィスカー決めていきました。バリアオブ壊しのジャッジも準備をして、アステル入ってこいと準備万端。大したバイパースピットではバイパースピット、お互いの毒の沼が広がります。エスプレス、ああ体はみ出てた。フィスカーメイン、フィスカーダブルキル。ただアステルが残ってるのでまだ B は、フィスカーは強気に打ち合うポジショニングですね。どうも構えたマンチキン、打ち合っていく。フィスカーディスミス、サイトウェイマンチキン、バリアオブ張り付いて、ノブ足が見えた。また同じ展開だぞ。ただハンダーズフィリー、ハーフはいった。残り時間もないが、うん、最後はスモーク抜き。ただお互いキルは発生していません。ネストバズ一時交換バズ、ただここはショックボルト裏取り、いや正面ですね。正面からのミンティ・フィスカー、そしてロブ、重要なのはエルボーにいるアステルか。チェルフ大きなダメージ、サイドウェイから飛び込んだアステル。残り1名、状況が、いや一度下がった、偉すぎる。サイトラのアステルの位置回っている。昨日のクリ、ゼータ戦と同じことが起きますね。バレています。さあ映画にアビリティを入れますが、もちろんアビリティが返ってきます。打ち合いで何とかしようとするも、アステルバズル一時交換、スネークバイトで足が止まってしまいます。なんとか前に出ようとしてネス、そこにはバズが飛び出してくる。サイトウェイ、残り1名、バズファントム、クロスが組めているか。スパイクを確保、スパイクを拾ったアステル、横を向くを消すわ。ワンブイツー、ここはミンティが横から抑えました。上がっているフィスカー、ただその先には3名が待ち受けていました。これはチャンスですね。ファントムの位置がバレてしまう。さあ6ラウンドあります。壁抜き、確実な A サイト取得。このロックダウン、これは壊せないですね。ミンティ、ここはスモーク抜きでマンチキンを返しました。ようこそ私、ただあ返した、もちろんバイパーズピットがやってくる。バイパーズピットの中から、ただバズが目を落として、突っ込んできたジャッジ、バイパーズピット解除。残り1名、残り1名、逃げる瞬間はバリオンもあるぞ。おおロブやったわ、ワンブイツークラッチ。ちょうど話したんですよね、はい、最近あの壁好きなんだ、ワーベキさんが入ってさあファーストブラッドマンチキン、バンダル回収、さあテイルウィンド、うお抜いた、見えてない、見えてない、アビリティが効きません。さあ武器が目まぐるしく交換されていく中、的確にメイダブルキル、破壊だこれは、破壊した。カードがないんで、この引きの可能性っていうのは見られてる。そうですね、打ち合い打ち合い、マンチキンメイン、ただフィスカーダブルキル、ミンティもそれに続いている。ただマンチキントリプルキルで返している、2対2。いやマンチキンでもこの体力ではリロード、胴体にシェルフ一発でもらえば致命傷となりうるようなこの HP。 2人で飛び出して横をついた、見えた、どうだ、この体力でエースも見えてきた。ネスがいい位置を取っている、もしかしたら動き次第では右側見えるかもしれない。
タイトライです。こうカバーで飛び出したクレイジーラクーンをどんどんシェリフで落としていく様はちょっと見ていて気持ちよさもありましたが、最後は武器差もありましたし、HP 差もあったと。ヒヤリとです。絶対に負けられないラウンドが続きます。ディスカのオペレーター、面白いですね。あーそこにスネークバイト、これでキングウェイに簡単に乗れなくなりましたね。あそしてアップドラフトからマンチキン、マンチキンなら何とかしてしまうのか。ナノスワーム関係ない、マステルの試合。いやーフィジカルが強い。そしてスネークバイト、ロックダウン、ロックダウン決めに行く。2オン4です。裏ガルドフィスカー、裏してますよ。ただ正面は熱が抑える。いやーこれで裏投げになった。ロックダウンでいけない。 1V4 救えるかフィスカー。位置がバレた。エンプレスもあと半分くらいか。ショックボルト、最後は